はい、皆さんこんにちは、ワンダリギルビッチです。では今回はデートの決断3パープキットセガサターン版ミドウェイ海戦シナリオ日本軍担当で A プレイを続き行っていきたいと思います。前回はね、アメリカ軍部をミドウェイに展開していきたい空母エンタープライズとホーネット、これの撃沈に成功しています。残されている作戦目標なんですけども、まず空母ヨークタウン、それとミッドウェイ島の攻略と、この2つを今回なんとかね、成し遂げたいというふうに思っています。では敵の空母、それとミッドウェイ島の攻略進めていきましょう。まず第3艦隊なんですけども、第3艦隊の方は追撃戦に入りましょう。まあ、敵のね、空母を沈めに行きたいので、空母を沈めるというのと、このミッドウェイ島の、ね、基地攻略と、この2つ同時に行っていくのは危険ではあるんですが、必ずね、成し得なきゃいけない点としては、敵の空母、ありますんで、敵の空母を担当するのが、味方の空母。で、敵のね、基地に対しては、もうすでに張り付いているヤマトとか、打撃艦隊で、これを叩いていこうというふうに思っています。第1艦隊、第3艦隊ね、この辺りで戦艦を使って、ミドウェイ基地を攻撃していきます。ミッドウェイ島の基地攻略してますが、これね、ミッドウェイの要サイドがまだ64残ってるんですよね。なかなかしんどいですよね。できれば、飛行場をね、早々に削って、敵の航空機が飛ばないようにもしておきたいなと思うので、ここはバランスを見ながら、要塞を削るのか、飛行場を削るのか、守備隊を削るのか、見ていきたいと思います。日本軍第5艦隊偵察機が敵の艦隊を発見。第5艦隊というのは、いわゆる南雲機動部隊、空母、赤城、加賀、そして山口多門さんの飛龍、総龍のところですね。ここはもちろん、航空隊を出していきましょう。敵の空母にめがけて突撃です。敵艦隊、空母1。これがヨークタウンですね。これの撃破に当たっていきましょう。全機出撃してもこれは冷戦しか飛ばせないような状態ですね。空撃ポイントが足りないので次に持ち越しましょう。第2艦隊の方で、そしたらね、敵の空母に攻撃を仕掛けていきたいと思います。味方は戦艦4、巡洋艦2、駆逐艦が10、それに輸送船にね、14隻というところですね。兵数は乗っていません。アメリカ軍の空母、ヨークタウンがいます。これ攻撃していきましょう。敵の空母をね、見つけて、空母を撃破していきたいんですが、距離が離れてると、お互いにね、回敵することなく終わってしまうということもあります。今回残念ながら、敵の空母発見に至らずと。おっと、空母発見したね。これで敵の空母、甲板だけでもね、大破させて、沈めておきたいなというところですけどね。さあ、敵の空母発見してます。ここはなんとかして、敵の空母に攻撃を当てていきたいところですね。空母、ヨークタウンを攻撃、できれば御の字ですね。ヨークタウンさえ沈めれば、あとは敵の基地、ミッドウェイ島の攻略に専念できるので、そういう状況で、できれば作っていければいいかなというところですね。敵の進路を塞いでいきたいので、そういう行動を行っていきましょう。はい。ヨークタウンで、残りの耐久度20ぐらいまで削っているんですが、撃沈には至らずというところですね。ただし、敵の駆逐艦3隻を撃沈しています。味方の方も駆逐艦1隻を失っているという状況です。第7艦隊でも敵のね、空母ヨークタウンを付け狙っていきましょう。第7艦隊はね、潜水艦隊なのでちょっと距離が足りないですね。であれば、追撃戦に移ります。敵の空母を付け狙う。潜水艦で空母を沈めることもできますからね。実際、帝国軍のね、最後に完成した空母、シナドは敵の潜水艦に撃沈されてますからね。
では第一艦隊ヤマトが敵の艦隊、これとぶつかります。巡洋艦5、輸送船4、これはもう沈めてしまいたいですね。空母はこれ軽空母になります。戦艦3隻というのはヤマト、ムツ、ナガト、この3隻になります。アメリカ軍の第4艦隊、潜水艦と第4艦隊、味方の、ね、第4艦隊が戦っています。巡洋艦4、駆逐艦12なので、潜水艦をできれば味方の空母赤城かが飛竜総流から遠ざけておきたかったかなというのはあるんですけどね、ちょっとここは残念ですね。では第1艦隊の方でミッドウェイ島の攻略続きを行っていきましょう。まあ、飛行場の攻撃を優先するのか、それとも敵のね要塞を削るのか、それとも兵力を削るのか、ちょっと悩ましいところですが、原則敵のね飛行場を優先しつつ陸戦隊も下ろしていきたいと思います。これで敵の要塞を壊滅、一つね、減らしたというところですね。敵の飛行場を攻撃していきます。飛行場さえ破壊できれば敵のね、基地から飛んでくる、いわゆるミッドウェイの基地航空隊をね意識する必要がなくなるので、しばらくの間ヨークタウンの撃沈だけに専念できるっていうのはね大きいんですけどね。はい、敵の要塞を少し削って、守備隊も少し削ってます。我が軍の進行隊の数減ってるんですけども、後続でねまだ40師団ほど進行隊遅れるんですけども、これ今突撃させてもちょっと攻略難しいと思うので、もうちょっと要塞を敵の守備隊削ってから突入させたいと思います。はい、第3艦隊も敵の基地攻撃してます。まあ、しばらくの間はですね、先ほどお話した通り打撃艦隊は敵の基地を、で空母機動部隊は敵のヨークタウンを、空母ヨークタウンを狙うという動きで進めていきたいと思います。ではヨークタウンを狙っていきましょう。味方の方からは航空隊を前期出していきます。これでヨークタウンを仕留めましょう。ヨークタウンさえ沈めればミッドウェイ島攻略もね見えてきますね。まずは敵を発見するところからやっていきます。どこに敵がいるかというのを確認しながらですね、ヨークタウンを見つけたらヨークタウンを最優先で攻撃していきましょう。ヨークタウンを発見してます。敵の直縁としてワイルドキャットが残り14機いますけども、これを削って敵の空母に直接攻撃を仕掛けていきたいと思います。この提督の決断3ではね、大概空母の直縁、まあ、ちょうど上空に敵の直縁機がいるので、この直縁機をね、消してしまわないと魚雷にせよ爆弾にせよ投下できないという仕様になってますので、まず邪魔なこの敵の直縁機ワイルドキャット残りを撃墜していきます。まあ、そういう点では空母ヨークタウンだけしかいないっていうのはありがたいですよね。あの仕様としてですね、艦隊の場合、例えば空母が2隻であれば、それぞれ空母2隻から1航空隊ずつ出せるというゲームの仕様になっているので、今回の場合だと敵はヨークタウン1隻、一方味方は赤城、加賀、飛竜、総竜と4隻の空母を出しているので、4個の航空隊が出せるんですね。まあ、つまり敵の航空隊1チームに対して我々は4チームで攻撃ができるっていう、ね、利点があります。なので、まあ、削りやすい状況が生まれています。ではこれで敵の直撃機全部撃ち落としましたので、敵の空母が丸裸になったというところですね。ここから爆弾を落として魚雷を叩き込んでというね、ヨークタウン撃沈のね、フェーズに移っていきます。これは多分ね、ひとたまりもない状態だと思うので、ヨークタウンを撃沈してしまいましょう。これを機に
さあこれでヨークタウンにとどめを刺します。ヨークタウンを沈められれば敵のこのミッドウェー島に展開していた3空母すべて撃沈ということで、ミッドウェー島攻略に残りの、ね、艦隊勢力全部を注いでいきましょう。はい、敵の空母撃沈してます。ではここから敵の基地攻撃に全力注いでいきます。できるだけね、その味方の損害少なく、やっぱり敵と基地をね制圧したいので、うまく砲撃を使ってですね、味方の陸戦隊の消耗が少ない形で勝利できればいいかなと思ってます。はい、ヤマトの艦砲射撃で敵の要塞は削りました。飛行場も残り1、守備隊が60というところですね。要塞度を削れば守備隊をね、攻撃しやすくなりますので、ここから敵の守備隊に集中攻撃を仕掛けていきたいというふうに思います。では赤城、加賀、飛龍、蒼龍からですね、今まで敵の空母の攻撃をしてきた機動部隊の航空隊を前期ミドウェー島攻略にぶつけていきましょう。これで壊滅させることができたら大きいですね。全188機でミドウェー島を攻撃していきます。ここは敵のですね、守備隊をメインに攻撃していこうと思います。まあ、ミッドウェー島の戦い、ミッドウェー海戦、いろいろ言われてますけども、ここに出てきているアメリカ軍の空母は太平洋に展開している全空母なんで、やっぱりねこのミッドウェー海戦で敗れてしまったというのが全てだったと思うんですよね。逆にミッドウェー島を攻略できていれば、ハワイとかね、そういったところも攻略目標として見えてきていたんじゃないかなと思うとね、海戦も残念というか、このミッドウェー海戦が悔やまれますよね。はい、機動部隊からの空爆で敵の飛行場を完全破壊。これで敵のね、航空隊を意識せずに敵の守備隊の攻略に専念できます。はい、ようやく守備隊全部削りました。これでミッドウェー島の攻略完了ということになります。今回はね、ちょっとセガサタン版初めて、提督の決断3プレイしてみたので、今回ここまでということにさせていただきたいと思います。で、プレイフィールはですね、やっぱりセガサタン版も PC 版もあまり変わらないかなとは思います。多少、ビジュアルというか演出、戦闘画面とか、違いはあるかなと思うのですが、PC 版もセガサタン版もあんまり変わらないですね。セガサターン、今ね、現役で持ってる方ってそんなに、多くはないかなとは思うので、PC 版の方が、じゃあプレイしやすいのかというと、PC 版もですね、Windows 10とかだとちょっと動かなかったりとかはしてくるので、今ね、帝都の決断3プレイしようとするとなかなかハードルは高いのかなと思うんですけど、もしね、お手元に環境ある方いらっしゃれば、久しぶりにね、プレイしてみても面白いんじゃないかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。